廃物,廃物希釈、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 廃物希釈とは、仏教寺院、仏像、教官、教門の巻物を破棄、破棄し、仏教を廃することを指す。廃物は、仏を、廃、破壊し、希釈は、釈迦、釈尊の教えを、解、帰すという意味。日本においては一般に、 神仏集合を廃して神道を推し進める明治維新後に発生した一連の動きを指す。仏教が日本に伝来した当初は、日本初期の金明天皇、美達天皇、陽明天皇の各天皇期をもとにすると、物部氏しが中心となった皇族などによる迫害が行われたが、仏教が浸透していくことによって、このような動きは見られなくなった。 戦国時代及び安土桃山時代では、小西行長など、キリシタン大名が支配した地域で、神社、仏閣などが焼き払われた。江戸時代前期においては、儒教の立場から、神仏集合を廃して、神仏分離を唱える動きが高まり、影響を受けた池田三政や星名正行などの諸大名が、その領内において、仏教と神道を分離し、 仏教人を削減するなどの抑制政策をとった。徳川光圀の指導によって行われた水戸藩の廃仏も規模が大きく、寮内の半分の寺が廃された。光圀の影響によって成立した水戸学においては、神仏分離、神道尊重、仏教形詞の風潮がより強くなり、徳川成明は水戸学学者である藤田東子、 相沢ザは静祭らと共により一層厳しい弾圧を加えした。天保年間、水戸藩は大砲を作るためと称して寺院から、盆昇、仏具を供出させ、多くの寺院を整理した。幕末期に新政府を形成することになった人々は、こうした後期水戸学の影響を強く受けていた。また、同時期に勃興した国学においても、神仏根高的であった。 吉田新党に対して、神仏分離を唱える復古新党などの動きが、勃興した。中でも平田派は、明治新政府の最初期の宗教政策に深く、関与することになった。大政奉還後に成立した、新政府によって慶応四年三月十三日、1868年4月5日に発せられた、大乗官布告、通称、神仏分離令、神仏犯罪令、 および、明治3年1月3日、1870年2月3日に出された御とのり、大教宣風などの政策を拡大解釈し暴走した民衆をきっかけに引き起こされた仏教施設の破壊などを指す。日本政府の神仏分離例や、大教宣風はあくまでも神道と仏教の分離が目的であり、仏教排斥を意図したものではなかったが、結果として、廃仏希釈運動。 廃物運動が発生した。特に長年仏教に敷げられてきたと考えていた。侵食者たちは各地で仏教を反撃し、仏像、教官、仏具の焼却や除去を行った。しかしこれらの廃物運動はむしろ仏教覚醒の後期となり、日本近代仏教はこの事件を契機に形成されていった。一向層が強い三河や越前では廃物の動きに反発する。 一向一揆が見られたものの、それを除けば、全体としては、大きな反抗もなく、わずかに三年後の明治四年、1871年、頃には収束した。同年正月5日、1871年2月23日、付大城官布告で、自社領上地令が布告され、境内を除き寺や、神社の領地を国が接収した。 大阪住吉大社の神宮寺の二つの塔を持つ大河蘭は明治六年千八百七十三年にほとんどが壊された。奈良幸福寺の食堂は明治八年千八百七十五年に破壊される。では三山については明治七年千八百七十四年以降に廃物希釈が始まる。現在は国宝に指定されている幸福寺の五十塔は 明治の廃物希釈の放難に遭い、二十五円で売りに出され、焚き木にされようとしていた。大事として高層ながらんを誇っていたと伝えられる、内山永久寺に至っては破壊し尽くされ、その痕跡すら残っていない。安徳天皇陵と平家を祀る塚を境内に持ち、耳なし、法一の舞台としても知られる、阿弥陀寺も廃され、赤間神宮となり、現在に至る。一方、尾張国。 愛知県では、津島神社の神宮寺であった宝珠院が仏教に関わる物品を神社から買い取ることで存続している。廃仏希釈の徹底度に地域により大きな差があったのは、主に国学の普及の度合いの差による、平田厚種派の国学や水戸学による神仏集合への不純死が仏教の廃斥につながった。廃仏希釈は、 神道を国境化する運動へと結びついてゆき、神道を国家統合の機関にしようとした政府の動きと交応して、国家神道の発端ともなった。一方で、廃物希釈がこれほど激しくなったのは、江戸時代、幕府の間接統治のシステムとして、自社奉行による寺受け制度による寺院を通じた民衆管理が法制化され、権力から与えられた特権に安住した。 仏教界の腐敗に対する民衆の反発によるものという一面もある。反省時代の特権を寺院が喪失したことによってもたらされた仏教の危機は仏教界へ変革を促し伝統仏教の近代化に結びついた。尾鍋照彦は近代国家形成期における国家と宗教の問題として同時期にドイツ帝国首相オットー・フォンビスマルクが行った 文化闘争との類似性を指摘している。明治期の神仏分離政策後、仏像、仏具の破壊といった廃仏希釈が全国的に生じた。神仏分離が廃仏希釈に至った原因は地域、事例ごとに様々であるが、廃仏思想を背景とするもののほか、近世までの時短制度化における寺院による管理、統制への進化、庶民の反感や、 地方官が人員財産の就航を狙ってのことなど、社会的、政治的理由も伺える。日本政府は、廃物希釈などの行為に対して、社人総領とも祖母の行為、持ちらしむことと、神仏分離が廃物希釈を意味するものではないとの注意を、改めて喚起した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。